はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。はい、11月の15日が明けて16日になりましたが、昨日の月曜日はまんて小春日和で、半袖1枚でも昼間は大丈夫だったぐらいのあったけかったんだけども、今日からまた寒なって、明日はさらに温度が下がるみたいです。こうなってくると、いつものようにこの手が荒れてくる。今さっき風呂上がってちょっと汗が引いてから、ちょっと竹屋さんへ、20日の日の酒の会、そばとパスタと、まあ熱燗の会をの話をちょっと打ち合わせをしてきたんですけど、ちょっと大事なことを忘れてしまいまして、風呂上がりに千何こと忘れてしもて、行ってきたわけで、これからそれをやりますが、これ、寒い時期にはもう欠かせん、今年で3年目になりました。はい、白鶴大吟醸の潤いクリーム、ジェルのようなこのクリームを夜に塗っとかんきゃなりません。どこへ塗るかって、もちろん手なんですけど、手に塗って、3年目、かなり効果は出てきております。中身に何が入っとる詳しいことはよう分かりませんけど、ジェルみたいにこう薄いってスーッと伸びていくこの潤いクリームを塗って、3年目になるんですが、今年はちょっとそのわずか寝とる間しかそのこのクリームというクリームのいい成分がこう肌に入っていく時間はねえと思うもんで、ほんのまあ俺が寝とる間つと3、4時間か5時間ぐらいなんですが、その間に効果的に手を守るためには、その塗った後に寝る前に手袋した方がいいんじゃねえかと思って、これから手袋を凍ってきて、この塗った後に寝る前に手袋をして寝てみようかなと。まあ、大の男は何を言うんだかというんだけど、まあなんせ弱いもんで、今年の冬は手袋と大吟醸のこの潤いクリームのなんだろう、ダブル攻撃で、手のガサガサを守ろうかと思っております。まあ手のガサガサのためにクリーム塗って手袋をするのはいいんだけど、ほんなら足はどうするか、足にクリーム塗って足袋も履くのかっていうと、その方が難しいとこで、旅じゃねえって、靴下履いて寝るとよう言われるのが、なんか疲れが取れんとか、なんかそういう感じがあるもんで、足はどうしたらいいかっていうのはちょっとまだ考え中なんですが、まあ今年の冬は手に関してはこの大吟醸の潤いクリームと手袋の二段構えで、ガサガサから解放されてと思いますね。ぜひやってみてください、皆さんも。酒の話でも何でもねえんだけど、まあ冬場はみんなこんな風に苦労しとる人おるだろうと思って、まあちょっとやってみました。以上、伊藤酒店の晩酌151へでした。